みんなのあの気持ちが乗りました。あのケンユくんに感謝したいと思います。必ずあのバスケでもシュート外してたじゃん一発目決めりゃいいんだよ今日試合出てない選手たちもすごいいい準備してくれてましたし、あのまだまだあの僕たち這い上がるだけですけど、あの一つ一つ練習から雰囲気も変わったし、今日の試合内容を見ても今までとあの違ったゲーム運びだったり、気迫の部分見せれたと思うので、まあ、これを最低限ベースにして必ず這い上がりたいと思います。チームがこうやっていい順位にいない中で、自分も必ずあのコンディションを上げて、出番が来た時にいいプレーをして、なんとか勝利に貢献したいという気持ちが強かったので、とにかく自分にフォーカスして来るチャンスをあのものにしようと思ってました。スタメンで出てなかったり出場機会が少なくなってくると、例えば体重とか体脂肪とかもうフルに出てるシーズンと比べると多少変わってくる中で、いろいろそこの部分も毎日あの数値測ったりして、コンディション保つように、なるべくあのそこの今まで、自分が出てた時に一番いい状態の時の体重とか体脂肪とか、筋肉量とかそこの部分を変わらないようにするところと、プラスアルファでいろいろトレーニングが励んでたのが、今こうやってあのコンディション保ってパフォーマンスが上がってきた部分につながってると思います。絶対に負けられないし、絶対にあの引き分けでも良くないっていう、そういう状況でとにかく勝ち点3をもぎ取らなきゃいけないっていうところで、強いメンタリティー持って臨みましたし、今はそこの気持ちの部分をすごい大事にしてます。どれだけその試合に向かう以前に、どれだけ自分が最高のコンディションをその試合に向けて持っていけるかがメンタリティーにその通ずるというか、じゃあ試合始まる前にメンタル整えたからといって、じゃあメンタルが整って試合に臨みましたって、そういうわけじゃないと思うんですよ。やっぱその試合に臨むまでの1週間とか1ヶ月準備期間で、自分が納得するぐらいコンディション上げて、もうこんだけコンディション上げていいパフォーマンスができる準備ができて試合に臨めたら必ず勝てるっていう、その確信を持てればあのメンタルにつながると思うんですよ。自分に嘘をつかずに、確証を持てるかっていう、そこができた時にあの、まあ、パフォーマンスがいいパフォーマンス出せるかなと思ってます。100% ジュビロでプレーしようってあの思いました。あのいろんなことを考えて、本当に細かいとこ、この遺跡って本当にあの前世間一般から言ったら禁断の遺跡みたいに言われたりしてますけど、今振り返ってもあの遺跡してよかったなって思ってます。環境が変わると新しいその人との出会いとか、選手、監督、コーチ、サポーターの方、会社の方、まあ、地域の方とかも含めたら100人以上ぐらい新しい出会いとかがあるわけじゃないですか。まあ、選手は30数人いて、そういった選手とまた練習の中でいろいろ吸収もできるし、いろんな考え方を学ぶこともできるし、ましてやジュビロはあの経験ある選手が非常に多かったり、ベテランの選手が多いのでいろいろ吸収できたし、エスパルスで2桁取った時のシーズン2018シーズンと比べると、あの今の自分の方が確実に成長できてると思ってます。それは人間的にもプレーの幅としても、もちろん数字で見たらすごいあの運転の差というか、その数字上だけで見たらそうかもしれないですけど、
自分のそのパーソナリティというかプレーの幅というかは確実に成長できてるなっていう自覚あるし、そこは信じてます。いやもうあの移籍した日からずっと 100% ジュビロの男っすよあのという気持ちでいましたけど、こうやって J1 の舞台でジュビロにとってもすごい大事な試合でスタメンで出てフル出場して手応えあるプレーができたっていうのは一つ自分にも納得したし、あのサポーターの方も思ってたと思うんですよね。あの本来の金子翔太ってこんなもんなんかっていう思ってた人も多かったと思うんで、あの一つまず見せれたなと思ってます。早くもっといい順位に行きたいし、いい順位の下でもっとあのいいサッカーしたいと思ってるんで、これからもあの取りたいと思ってますし、取る準備はするしますけど、この先本当誰が点取ってもジュビロが残留してもっといい順位にいることが本当一番だと思ってます。ただ勝ちたいって思ってます。勝負事なので昔から負けず嫌いだし、勝つためのプレーを選択するのがサッカーなので、勝つためにはあの相手の嫌がるプレーとか相手の嫌がる走りを見せないといけないんで、そこが一番の原動力かな。負けたくない、勝ちたいっていう、そしてまあそれプラスアルファで楽しんでプレーして、なおかつそこに自分が勝たせられるプレーとかゴールとかアシストとか何気ないプレーが一つあれば幸せだなと思います。全力を尽くしてしんどい時が多分楽しい時なんですね。なんとなくやってあの楽にプレーしてるのがあの楽しいと思えるタイプじゃないんで、僕はどっちかっていうともう本当全力を尽くしてたくさん走って攻守に、でなおかつまあそれでいいプレーできたら楽しいって思えるんで、あとはまあゴール取ってみんなが喜んでるシーンとかすごい楽しい、楽しいっていうかまあなんか感慨深いというか、よく見るんですよ。自分が点取ったシーンもそうなんですけど、点取った場面とベンチとかアキラさんとかが走り出してるところとか、そっちの方に目いくんですよ。とかサポーターの方がめっちゃゴール裏とかでゴール取った瞬間に雄たけびあげたり、あの体勢崩しながら喜んでるところとか、そういったところにあのサッカーの醍醐味って感じるし、ゴールが全てじゃないんですけど、そのゴール一つがこんなにもその人に感動とかあの喜びを与えられてて素晴らしいなと思ってます。なかなかみんなあの喜び来てくれないですよね。でみんな健也君のとこに行ってくれたんで、あの、まあ、僕もそのつもりでいたんですけど、後ろから引っ張るやつがいたんで、まあ、その前にあのゴール取った後振り返ったらなんか膝がなんか入ってめちゃめちゃ痛かったんですよ。本当はゴール前にいるといつもゴールシーンの時にいるんですよ、あの辺に。だからいつか点取ると思いますよ。その時もゆうとくんがアシストくれましたけど、みんなゆうとくんのとこ行ってたんで嫌われてんのかもしれないですねちょっとコウスケ君がそろそろ来てくれてもいいんですけどね。コウスケ君もちょっとなんかこの前の試合もなんか来ようとしたんすけど、すぐケンユクの行ったんですよね。ちょっと見るとなんで今年中には来てもらえるようなあのプレーとゴールを取りたいと思ってます。コウスケ君に、特にコウスケ君多分あの意外にこれ見てくれると思うんで活躍しますってとこですね期待してくださいってとこと、もっと僕 の, あのグッズとかユニフォームとかゲーフラとか掲げてくださいってとこですね
でも最近増えてきて嬉しいんですよ。いつもゴール裏で3名ほどいつもアウェイとかでも結構掲げてくださる方がいて、そういった方には試合前後で必ず挨拶したり拍手したり3秒ぐらいは凝視してますあと覚えます。やっぱりその方との愛を受け取ってます。しっかりそれはもちろん自分のユニフォーム着てる人もそうだし、自分のグッズ身につけてくれたり SNS でメッセージくれたり、そういった方はやっぱり嬉しいし覚えるようにしてます。探したんで自分もやっぱエスパから移籍してきたら少ないかなって思ってますけどねうん、数年後を思い浮かべようと思った時もあったんですけど、今はもう目先の毎日上手くなるため、強くなるためにトレーニングして、目先の試合に勝ちに行くためのその冒頭で言った話じゃないですけど、その準備をして、勝つための準備と成長するための準備をしていくってところですね。もちろん遠くの目標を見据えるのも大事だと思うし、そういった考え方がうまくいく選手もいると思うんで人それぞれですけど、自分はなんか目先の成功よりも成長っていうところを自分の一つ格言の一つとして心に留めてるんですけど、成功は確かに欲しいんですけどね、もう成功より成長ってずっと定期的に自分に問いかけてるようにしてます。言いかけて、残り試合できるだけ多くの試合数、出場時間自分がプレーして一つでも多く勝って、最低限残留してプラスアルファでもっと上の順位に行けるように自分の全てを注いで残りの試合に臨みたいと思ってます。応援よろしくお願いします。